動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子、バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。さて、ここはですね、会津鉄道会津田島駅2階にあります屋外テラスなんですけれども、以前トマトラーメンをいただいた、ここに映像を出してるんですけれども、レストランボーノさんのモーニングセットをいただいてからこのオープニング撮っています。さて、足掛け2ヶ月に及んで撮影をしてきたんですけれども、1ヶ月制作期間を置いてお送りしてきました。この奥会津編、そろそろフィナーレということで、前回2022年3月訪れることができなかった、この村を皆さんにお見せしたいなと思っています。その名も昭和村と言います。令和なのに昭和という素晴らしいキャッチフレーズがつく村です。そこで本当にレトロな小学校がモチーフの観光施設、こちらを皆さんにお見せしたいなと思っております。ですので、ぜひ旅動画をどうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。昭和村行きの生活バス乗り場の近くまで来ました。車などを持っていない方が昭和村に向かうにはこの生活バスに乗るしかないんだそうです。そして今回僕が参考にするのは昭和村観光協会さんがチラシを配布されているんですけれども、この観光のモデルプランを元にクイマル小という廃校になった小学校があるんですが、ここへ向かう予定にしています。昭和村行きのバス乗り場に移動してきました。ここから生活バス出発して今回の目的地クイマル小の最寄りの停留所クイマル下まで向かいます。バスの到着までは25分あります。ゆっくり待ちたいなと思います。昭和村の観光拠点、クイマル小の最寄りのクイマル下という停留所にやってきました。あちら側にクイマル小あります。では早速クイマル小に向かってみましょう。まだね、桜が残ってましたよ。ここが交流観光施設、クイマル小の詳細な地図が書いた看板になります。施設内の方は確か無料で誰でも自由に入場できたはずです。生活バスの運転手の方のお話の中で今日は混み合ってるんじゃないかというのも予想されたんですが、今見た感じではあまり混み合ってはなさそうです。桜の花吹雪がまだ舞ってる。素晴らしい場所。こちらがですね、3月に来れなかったので本当に悲しい思いをしましたけど、ようやく来ることができました。ここが昭和村の交流観光拠点施設クイマル小です。お隣にはそばカフェツコラさんがあります。そちらは後で訪ねるとして、簡単にこのクイマル小について僕の知っている範囲内で説明をさせていただきますと、このクイマル小はこのクイマル地区にあった昭和55年まで実際に小学校として機能していた学校だったんですが、いろいろな事情が重なって廃校ということになりまして、30年近い
年月を経て老朽化もしまして、一時期は昭和村の議会で取り交わしがもう決まりかけていたんですけれども、僕も名前は存じ上げないんですが、ある映画のロケ地になったことから保存が決まり、交流観光拠点施設として5年前に生まれ変わったと聞いています。福井丸城の周りには本当に豊かな自然がいっぱい残ってまして、まずですねこれを見ていただきたいんです。5月にまだしっかりと桜の花が咲いてるんですよ。それから福井丸城といえばもう一つ見逃してはいけないものがあるんです。今は新芽が芽吹いたばかりなんですけれども、この大イチョウですね。この大イチョウも福井丸城のシンボルで、秋になると見事な金色に輝くモミジの葉っぱに彩られた素晴らしいイチョウの木になるんだそうです。それでは今から福井丸城の中入ってみたいと思います。いやーもう小学校の校舎なんて何十年ぶりかもうわからないですけど、ドキドキワクワクします。聞きます。校舎の正面玄関やってきました。確かに入館料は無料、開館時間は9時から5時までとなっています。それからやっぱり学校ですので、見ていただいて分かる通り遅く厳禁です。僕の場合は雪駄なので、雪駄を脱いで校舎の中入ってみたいと思います。
クイマル賞の2階にやってきました。1階も童心に帰ったような気分にさせてくれたんですけれども、ここでもどんな体験ができるのか本当に楽しみなので、ゆっくり回ってみたいと思います。ちなみにここは音楽室です。音楽室内部はこんな感じになっています。一番奥の図書室にやってきました。中入ってみましょう。図書室の内部こんな感じになっています。昭和村カラムシ鬼の産地でもあるので、カラムシにちなんだ可愛いイラストが黒板に書かれてます。上ちょっと見上げるとこんな感じで、多分クイマル賞に勤務されていたかつての先生方なんでしょう。似顔絵がこのように展示されています。こっち側を見てきますと、あそこにも棚がありますが、今は何も置かれていません。それから、ここ見えるでしょうか。昭和村と埼玉県草加市は姉妹都市提携をしています。姉妹都市の草加についての文献冊子がこうしてずらっと並べられています。では2階で最後に訪れるこちらの5、6年生の教室見て回りたいと思います。やっぱり懐かしい感じになりますね。今の小学校がどうなっているのかわからないんですけど、僕が子供の頃には当たり前だった黒板がこうしてありますし、今では見かけなくなった全て木で作られた椅子と机が並べられてますね。童心に帰って小学校の机と椅子に座ってみました。かなり年季が入っているので、というのと、あともしかしたら小さすぎるかもしれないと思ったんですが、意外といけちゃいました。
というわけで、クイマルショーの校舎内をじっくりと見ていただきました。一部ね、拙い部分もあったかもしれませんが、少しでも楽しんでいただければ、僕としても本当に嬉しいです。それでは、いよいよこの動画のもう一つのお楽しみ、お隣、クイマルショーの校舎のすぐそばにある蕎麦カフェ、ふくらさんのお食事をいただいて、この動画を締めたいと思います。今から蕎麦カフェスコラさんの美味しいお料理をいただいてみたいと思います。蕎麦カフェスコラさん、営業時間の方なんですが、午前11時から午後2時半までの営業、ラストオーダーは2時までとなっています。せいろ蒸しいただきます。まずネギですね。腰があっていいお蕎麦だ。スライスは本当に良質な蕎麦の実が取れるとこいっぱいありますもんね。一品目のせいろサバ食べ終わりました。今からそば湯入れて次のお料理届いてますので、そちらをいただきたいと思います。あったまりますね。締めのお料理はこちらになります。そばガレットをいただきます。
生地のふんわりとした食感と、それからチーズの味がしっかりとマッチしてます。真ん中の方を食べてみたいと思います。ほうれん草の甘みとベーコンの塩気、それからここにチーズの甘みが入り込んで本当に美味しいです。蕎麦ガレットもいただきました。とても美味しかったです。蕎麦粉 100% の生地の新鮮な驚きを体験させていただきました。最後に食後のコーヒーを飲んで、閉店まで時間がないんですけれども、少しだけゆっくりさせていただきましょうか。食後のコーヒーが来ました。いただきます。ブラックは飲めないので、もうすでに混ぜてあります。というわけで、蕎麦カフェスコラさんの2つのお料理とブレンドコーヒーをいただきました。こちらの食レポも通してですね、スコラさん行ってみたいな、食べてみようかなという加減になってくれれば、僕としても足を運んだ回はあったのかなと思いますし、何よりも本当に素晴らしいお料理でした。さて、足掛け3ヶ月に及ぶロケをしてきました。奥会津編フィナーレへと近づきつつあります。今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。そうですね。ここまで長期にわたるロケを観光した旅行シリーズもなかなかなくて、気がつくとショート動画も含めまして、この奥会津編かなり厚みのある旅行シリーズになったように感じています。そんな考えもありますけれども、それよりも何よりも、この奥会津編の旅動画の中から一つでもお気に入りのものが見つかってくれれば本当に嬉しいことですし、これから奥会津旅行してみようかなという時に少しでもお役に立てれば、この旅行を企画した甲斐はあったのかなと感じています。ぜひ最初のエピソードから見返していただくことをお勧めします。次回の旅行シリーズもどうぞ楽しみにしていてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。